砂丘を改削し日本海へ注ぐ石や分水。画像奥は品野川。放水路とは、河川からの一水による洪水を防ぐため、河川の途中に新しい川を分岐して掘り、海や他の河川などに放流する人工水路のことを言う。分水路と呼ばれることもある。道路におけるバイパスに相当する機能を持つ。日本の放水路には、例えば新北見川、大川津分水、荒川、 新淀川、大田川放水路などがある。洪水対策は他にも、稼働改修、ダム、遊水地などがある。放水路は、以前は盛んに建設されたが、下流に作られることが多く住宅の移転に莫大な、時間と費用がかかり、コストパフォーマンスが、結果的に優れないこともあり、現在日本の平野部では作られることはほとんど、なくなった。また、千歳川放水路のように、 環境保護の面から建設が断念された例もある。近年では、首都圏外郭放水路のように、地下に大規模なトンネルを建設しそこに放水するタイプの地下放水路があり、大都市の中小河川治水対策に応用されている。八彦山山6を、霧通し志奈川と日本海をつなぐバイパス放水路、大河津分水写真中央河北方と日本海を、 つなぐ河北型放水路地下放水路の例計画したものの建設を中止した放水路。ありがとうございます。